久留米市警察は、かつて存在した福岡県久留米市の自治体警察である。なお、管理、運営を行った久留米市公安委員会についても、述べる。従来の福岡県警察部が解体され、1948年3月7日に、総務課、公安課、捜査課と、所長1名、警部2名、警部補12名、巡査部長21名、巡査124名、 これに一般職員30名を加えた計190名からなる久留米市警察署が設置された。1949年1月29日、久留米市議会の決議で県有財産だった警察署と署長官社、職員住宅、備品を無償で受け取った。1950年元日に組織を拡大し、2月8日には警察リーミへの拳銃対応を始めた。 1951年には、久留米市に合併した山川村、愛川村、上津荒木村、甲羅内村の所轄を国家地方警察福岡県本部、三井地区警察署から引き継ぎ、1952年時点で警察理員176人とその他職員20人からなる組織となった。しかし、1954年7月1日に、 新警察法が施行されたことに伴い、新たに都道府県警察として福岡県警察本部が発足。久留米市警察も福岡県警察に統合され、姿を消した。1950年1月時点久留米市警察が設置された当時の久留米警察署長者。1925年9月26日に建てられた久留米警察署に置かれた。 久留米市警察廃止後の福岡県警察に引き継がれ、1993年11月29日に、現在の庁舎に新築されるまで使われていた。福岡県警察部から、久留米警察署署長官舎と、厚生住宅25棟、巡査部長発出所、住宅1棟、駐在所、住宅7棟を継承した。車両として、乗用車とトラック各一両、 自転車14両が配分された。拳銃は160人の定員に対し30丁が対応された。久留米市公安委員会は行政管理と運営管理の権限を持ち、久留米市警察を管轄する委員会として、久留米市議会の承認の上で、久留米市長が任命した。任期は3年、定員は3名で、就任時には市長の前で宣誓を行った。 1948年3月10日時点で3名が任命され、1954年までに、下記の4名が任命された。福岡県警察署編参委員会、編、福岡県警察署、昭和前編福岡県警察本部1978年、P7135、福岡県警察署、昭和前編 p 7 3 9 ABCD 黒米市役所、 俗久留米氏、上官一九五五年 p 百二十一 ab 山本義人、渡辺時男、池上博雄、新憲法下の市政久留米氏編纂委員会編。現代久留米氏第四巻久留米氏一九八九年 p 百十、百十三 ab、俗久留米氏上官 p 百二十三、俗久留米氏上官 p 百二十八 ab、俗久留米氏上官 p 百二十二。 福岡県警察市、昭和前編 P713、福岡県警察市、昭和前編 P721、福岡県警察市、昭和前編 P725 ハット ABC、属久,久留米市上官 P124、属久留米市上官 P124、125、属久留米市上官 P125 久留米市役所、属久留米市、月間1955年 P604、P 続クルメしシげかん P610AB、続クルメしシげかん P615.618、続クルメしシげかん P615、福岡県警察市、昭和前編 P749、続くるめシ市上館 P120、福岡県警察市、昭和前編 P752、ありがとうございます。